うわそう。まあ、だいたいそうですね、<ご>50歳、60歳ぐらい、60歳ぐらいをこう目標に僕はもう濃くしていくつもりです、ね。え、もっともっといくんですかはい,はい,、はい、いやいや、やっぱり一番濃いのはおじさんですから、<ー>基本的には。はい、僕はあの、高校生ぐらいまですごい薄くて。 あ、そうなのはい。僕のお母さんが今でもいいんですね。あなたは高校生までは薄い感じで、<は>爽やかな、こう、綺麗<は>な少年だったのに、えー。そう、まあまあまあ、そういう時代もあってい,い,ん、ね、いや本当、本当、僕本当に、あの、髭とか全然なくて、うん。いや、高校生で髭とか言っちゃったの <laughs> いや。まあまあまあ。いや、人によってはありましたよ、もう友達。<laughs> あ、そうあでも僕は髭が全然なくて。うん。あの、髪もサラッサラで。うん、ってことね、見た目。 まあ見た目もそうだし、性格も、なんかそうな、なんていうのちょっと、いや、こんなにしつこい感じじゃなくて。うん、いつから変わったのいつ,から <laughs> いつから変わったんですか、まあ、大学生ぐらいから東京に出てきていや、大学生のとまあそうですね、でも大学生の時も結構僕は、あの、爽やか系っていうか。えぇ、ーうん、って失礼だけど、ごめんなさい。そう。想像できない。 そう、爽やか系で。そう、いうう。こと、それそれ。本当に。うん、でもだんだん、んでまあ、インドに行ってからですかね、大学卒業してインドに行って。あやっぱりそれがちょっと人生の。そう、サドゥーたちに会って、そう。何感じたんだ。<う>変わってしまったサ。サドゥーファッション。まあいい意味でね、多分。いい意味で。いやいやいや、分かる。いやいやいや わからない。いや、よかったんじゃない今こんなに成功されて。いやいや、そうでしょ。たくさん同じようなことしたい方多分おられると思うけど、多分本当にものすごいことになってますよね。てっぺさんは本当に素晴らしい。素晴らしい。いや、それがね、なんか本当になんていうのだめなのうん。満足してないのもう、だって。だって何なんだよ。 まあ、ちょっと。おい、なんだよ。なんか、うん。まあまあまあ。いや、あのね、これ、時間かかるの、やっぱり時間がかかるんですよ。いや、そういうことですよね。今まで、そう、こつこつやってきたからこそね。そう、なんかね、今やっと。あの。その。例えばね、本当に。はい、はい。なに近かったような、僕の生徒さんが、かなり上級者にな。っ ね、そういうことですよね。うん、やっぱり3、4年ぐらいかかっちゃうんですよね。うん、で生徒さんもそうだし、その、ポッドキャストのリスナーも、うん、今僕はポッドキャスト始めて、まあ5年ちょっとですけど、うん、ゼロから聞き始めた人が、やっともう、うん、あの、成果が出た。5年間。うん、そうね。わかるわかる。かるで、うん、そういう人が他の人にこう、え、どうやって勉強したんですかあ日本語コンテッペ。テッペ。 まあ、それまでにやっぱ時間かかりますよね。やっぱりそろそろですよね。そろそろ,そろ世界が気がつき始めたっていう感じですよね。よかった、よかった。いや、僕は全然あの知られてない。うん、うーん、そうかな。はい、はいはいはいそうかな。知ってる人はもう本当にかなり知ってると思うけど。まあまあ,しあの、同じ人ばっかり。 <laughs> 同じ。あの、いつもなんか YouTube ライブとかも同じ人ばっかり、うん、いつも。うん、あ、また。まあまあ、それはでも<じ>もちろん、もちろん大好きな人が来るんでしょ。そうそう。それはいいですよ。それは本当に。そう、うん、そう。それがすごい大切なことだと思うけど、うん。そうそうそう。うん、なんか本当に、レギュラーカスタマーというか、レギュラーピーポー、レギュラーリスナーが強い、うん、強いコミュニティで。うん、それはいいんですけどね、もちろん。 だって毎週毎週のりこさんとしか話してないしね。たくさんの人はいろいろコラボレーションとかやってるでしょ僕はもうのりこさんと200回とか300回とか話してる。結構続けてますよね。そうありがたいことにこってりとね。こってりと。ほんとそうだよね。この後コーヒー必要ですよ私も。私逆に油吸い取られた気がする今。 油を吸い取られたそうもうドライもうカラカラになっちゃった僕は油吸血鬼ですかそうそう油ヴンパイア油を吸い取られた吸い取られたよお前の体に入ってる油油を吸い取ってやるほんとだよなんかたくさんの人間が並びそうですね私痩せたいんです油を吸い取ってくださいやられた はいいいの。本当にね、油吸血鬼。油バンファイア。いいですかいやそういうなんか,かコメディ映画とか作りたいです、ね。油ゾンビ。俺たちは人間の油だけを取る。は <laughs> あわ。なるほど。まあ、なるほど。なるほど。まあ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 、まあ。だから最近どうなんですかなるさん最近はね。うん いやいや、あの、いやもう、いろいろある、やっぱり、いろいろある。ある私生活の方が。あの仕事はまあ、普通、今までり全然変化がないんだけど、<い>ちょっとね、考えることがたくさんあるよな、と思って、まあまあ、ストレスもあるし、そう。ね、のさんの私生活って言ったら、なんかドアを、うん、ドアが壊れたとか、そういう話、そういうことですよ。いやいや、そういうことですよ。そういう続きですよ。あ、そう。今週末はね、ねボイラーを変えるんですよ。 ボイラーを。い、うんまあ、もうそうそや、いやもうこれがかなりの出費で。まあね、でも壊れたんですか、ボイラーうん、もう本当にね。まあまあ、壊れたというか、壊れそうみたいな。<あ>で、この夏、このあこの夏冬、これで行くかどうか、ちょっと旦那さんと。去年も話し合ったね。去年はもう一年頑張ろうみたいなね。うん、でもまあ、今年はもう変えることにしました。はい。冬前にか何度も止まったりしたんですか、ボイラーが。 なんかね音がものすごい大きい音があ。ああ、危ないですね、ちょっと、ね。うん、そうそうそう。うん、あの、もう、信じられないようなことが。はいはい。変え、はい、変えたんですか、もう。いや、この、この今週,今週、今週。はいはいはい。実は土曜日に買いに来るってよくわからない、この人たち。よく土曜え、土曜日ですかと思ったけど、まあ、仕事を休まなくてよかったけど。はい,は,いはい。土曜日にこ工事っていうの、作業っていうの。うん、はいまあ。もう、本当に。まあいい、新しいのねはいいんだけど、本当に高い。はい、本当に高いよね。もう,う、ね、もうびっくりするわ。 はい。あとは、これあの、の私の、うん、そうね。私のコミュニティの中では、あの、よく知られてる話なんですけど、うちんち今、冷凍庫がないんですよ。冷凍庫冷凍庫。冷,凍庫冷蔵庫の冷凍庫はい。冷蔵庫の下に冷凍庫ついてるんだけど、冷凍庫の部分が壊れた状態で、はい、実はもう2ヶ月経っています。あ、結構長い。はい。そろそろそれもどうにかしなきゃいけない。もう。<laughs> あそうでしょ。普通。お <laughs> 金が。 いや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 、でもそれは必要なものですよ、やっぱり。そうね。何年ぐらい使ったんですかそのいや、これは、だから引っ越してきてから、この家に付いてるやつです。ああ、はい。なので、私、この家に6年住んでるけど、多分この家はもう16年ぐらいの家だから、多分十16年ずっと。まあ、そろそろ、もちろん、リタイアさせてあげてもいいんじゃないですか。そういうことですね。だから、それも買わなきゃいけないけど、もうお金がっていう話ですよね、正直言えば。 まあ,ね、まあ、だからとりあえずは、ボイラーが先。ボイラーの方が高いものすごいお金ですから。なのまあ、ボイラー高そうですね冷凍庫。冷凍庫はもうちょっと待たなければいけません。はい。はい,はいはいはい。本当にもう大変なんです、ねでね。まあでも、いろいろもうこうなったら、うん、やっぱりボイラー、新しいボイラーとね、うん、新しい冷蔵庫、冷凍庫、そもれをも,ちろんもう、ウェルカムする。 そうですよね。だから、ようこそ我が家へ。そう、そういうことでうちへようこそと書いて、ウェルカムトゥー。ああ、本当に。あなたたちの新しい家です、こちら。ボイラー、新しいボイラー。ボイラーちゃん。ボイラーちゃん、そうそう、ようこそこの冬頑張ってお湯を作ってください。そうそう。そういうことですよね。そう。いや、分かってる分かってる。もちろんね、もうこれは必要なことだから。 やらななななきゃいいいいけけんんんんだだどでこにろろろお金がかかるうまあそんなもんですよね。いつも同じタイミングです。そうそう。何かが壊れるとか、いつも同じタイミングで。そうそう。しかがないね。でも僕最近はなんか、そんな気持ち、ごめんなさい、ごめんなさい。だから、働いても働いてもなんかお金がたまらない、出ていく一方な感じの気持ちが最近あります。まあそういうタイミングね。 まあね,ねでもなんかその僕は今回ねその冷蔵庫新しくしたり、うん、ああそそそそう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 ,そうあの洗濯機を新しくしたりしたんですけど、うん、それはなんかまあもちろんそのために働いてたよねみたいな感じで<ー>いやいや、まあ、もちろんそう,ですよ、ね、そう高いけど、うん、なんか、うん、そのあこれが買えるその喜びというか、うん、あの いや、本当に買えないわけじゃないでしょ<ー>いや、本当に買えないのは大変ですけど、もちろんもちろん。ろんろんうん、なんか自分はこれを変える、その必要なものが変えるっていうので、あ、幸運だなという感じがしますけど、素晴らしい。なんかそのそ<う>明らかに無駄に使った時はやっぱりもっとイラッとしますよね。うんはい、なんか意味もなく、うんなんていうのやっぱり壊れた、壊したみたいなね。 例えばなんかこの前ねそのグラスですよね。割っちゃったのそうとても大事なグラスが割れて割ってしまい、うん、全く同じものを買いますよね。でそういう時にあバカバカしいと思ってもっと気をつけなきゃとか思うけど。うんうん、なるほどなるほど。あとなんかやっぱり税金が高いなとか思うとちょっとイライラしますよね。<laughs> まあ仕方ないっちゃ仕方ないけど、こう。はねそう、なんか税金が高いのに、<laughs> なんかこう、その、ニュースとかを見てるとね、なんか税金を無駄に使ってるようなニュースが多いじゃないですか。うんうん、それは腹立たしいですね。そうそう、やっぱりそっちはね、イライラするけど、やっぱりこう長く使った冷蔵庫がね、うん、ちょっとこう、うん、もう新しくなるとか、それなんか、なんか嬉しいですけど。なるほど。はい。 次のフェーズですよ。次のボイラーフェーズです。そうですね。わかりました。あとね、これまたちょっとあれですけど、ちょっとスピリチュアルっぽいですけど、あの、何かまあ必要なものを買うじゃないですか。うん、必ずね、また入ってきますよ。お金は。大丈夫ですよ。はい。なんかお金をこう、引きつけると思いますよ。 なんかやっぱりね全然使わずにキャッシュだけを貯めるみたいな人にはあんまりこう入ってこなくなっちゃうんですよね、うん、やっぱりそのボイラーを買うことによってまあまあもちろん必要なボイラーを買うことによってボイラー屋さんにお金が入るでしょ今度土曜来る人たちがうん、うん、<laughs> 俺たちはこの帰りパブで一杯やろう今年はボイラーがよく売れるなみたいな感じで でパブに行ったら、パブの人も、こう、パブにもお金が入り、のりこさんはそうやって経済を回してるわけです。素晴らしいことです。うん、そうそうそう、そういうことですよね。しかも無駄に使っ、経済を回していかなきゃいけないそう。その通り、無駄に使ってるわけじゃなくて、必要なものを、必要なだけ買って、ね、で、その、その人たち、ね、そのお店の人たちにまたお金が行くんだったら、うん、それは全然いいと思いますよね。うん、そ,うそうか、そうか。はい。 そうそうこの前思いましたよね、やっぱりあの冷蔵庫とか買ったけど、まあ、確かに僕は冷蔵庫を買ったことによって、その冷蔵庫のセールスマンをね、うん、ありがとうございましたと <laughs> <う>いでしょうことで、そうそう、そしてその人にお金がいって、そのメーカーですね、うん、冷蔵庫を作ってる、うん、素晴らしい冷蔵庫を作ってる会社にお金がいって、うん、そこで工場で働いてる人たちにもお金がいって、うん、全然悪いことで,はないですねわわ、ね、かるかる そういうことだなう、はい、経済を回しているそうですね。すらしいそうそう。世の中ね、そうそう。お金が回っていかなきゃね。はい、そうそう。まあ、冷蔵庫大きいの買うんですかいや、私たち2人だからさ、そんな大きいのいらないんだけど、うんうん、まあ、その本当に。 長く使えるものが欲しいですよね。そうですよね。やっぱり長く使いたいですよね。うん、うんうん。うん。でも最近の冷蔵庫は結構あのエコなんで。そうなんです。そうそういうことそう,そういうのも考えたら本当に早く新しいの買いたい。そうなんですよね。実は多分新しい冷蔵庫にした方がその電気代が安くなると思うんで。ねうん、結局そういうことだと思います、ね。そう,うん。昔のはかなりね電気代がかかってるはず。そう,そうなんですよね。うん、そう。だからその問題がありますよね。その、うん、なんか古いものを 特に、まあ、これから未来はちょっとわからないんですけど、うん、ここ、まあ、10年ぐらいで結構、その、省エネ、ね、省エネルギー。うん、エネルギーを少なく使うモデルがたくさん出てますからね。うん。うん、はい。そうだね。いいと思いますけど。なんか、ないんですかその、なんかね、東京は冷蔵庫を買ったら1万5千円分のポイント、うん。あ、なんか言ってたね。そうそう、もらったり。そうそうそう。その,そのポイントはどうしたの使ったの いや、今もら、届きましたね。今週やっと届いて。何に使おうかな。な何、現金じゃなくてクーポンみたいな感じだったっけクーポンみたいな感じだけど、どこでも使えますね。あの、デパートとか、レストランとか。はい、これを持ってね、その。何に使おうか。まあ、もうすぐね、子供の誕生日もあるし、なんか食べ物かな。やっぱり。そう。いいですね。いい使い方。です寿司とか。 <laughs> <laughs> なんか自分が食べたいものを言いましたよ。いや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 。もちろん、みんな大好き、お寿司だから。ね。いやいや、やっぱ寿司をね、子供にちゃんと食べてほしい。まだなんかあんまり食べないんですよね、寿司を。あ、そうか。そうそう。<ー>なんかでも、せっかくね、日本にいるんだから、寿司食べてほしいですよね。<laughs> <ん>そうね、美味しい寿司よね。美味しい寿司よね。 まだ赤ちゃんだからね。はいはいはい。赤ちゃんだからもう、グミとかしか食べないかも、ね。<laughs> ああ、面白。うん、そうかそうか。もうすぐ子供が帰ってくるんですけど、うん、最近ね、なんか女の子と二人で帰ってくるんですよ。何それはい。これ何ジンペイさんの遺伝子わこんない。<laughs> 今わかんないって。そう、二人で、毎日 <laughs> あ。まあでも、近所だから一緒に帰ってくるんじゃないのいや。 でもほ、他の子とかもいるけど、なんかその子と二人で帰ってくる。あ、そう。なんか冗談をいろいろ言いながら、いい僕の子供はなんかバカな冗談たくさん言って、女の子はやめてやめてみたいな。うん、<laughs> いやー、何それ、その可愛らしいふに。デートしてるの。まあ、楽しいね。で僕はからかうね。あの子何、何仲いいの 誰誰みたいな。そ知ってるから、近所の子だから。いや、いや、近所っていうかね、いや、知らない、知らないです。あ、そうなんだ。そうそう。近所っていうか、まあ、ちょっと近所、その、本当の近所じゃない、あの。そうか。あ、じゃあ、それであえて一緒に帰ってくるって言うそうそうそう。同じ道を通って帰まあ、確かに同じ道なんですけど、家が隣とかじゃなくて、そうそうそう。楽しそうに帰ってくる。うん。そうか。デートですよ、デート。 いいな羨うらやましいね。僕はもうデートできないからね。デートできないからね。奥さんとしたらいいじゃない何言ってんのまあまあ。まあまあ。はい、のりこさん、今日一日。頑張ろう。頑張ってください。あの、応援団やります。ありがとうございます。ごい。プレッ、プレッ、乗り、リり、プレッ、乗リ行 甲子園みたいなね、その野球そ高校野球みたいな、ねそうそうね。そんな感じですよねそう本日ののりこさんの健闘を祈って、ふれふれのりこふれふれのりこふれて何のすかわ <laughs> かんない。でも <laughs> は今なんだろうね、ふれふって言うけど、ふれって何 バットを振れってこと違うな。そうかなあ、そうかもしれないね。バットを振るですよね。これ、これ野球の時だけの応援そうですよね。フレーフレーは野球の時だから。あ、そっか。そこから来たのか。いや、わかんない。でもちょっと実際わかんないけど。ノルコさん、マイクを振り回してください。頭を振り回してない頭ですかそれはおかしい。やばいやばい。それはそろそろ時間ですけど。 はい、ありがとう。はい、ありがとうございます。とみこさん。はい、また,また来週お願いします。はいはい、はい、お疲れ様。失礼します、はい。はい、失礼します。はいはい